合ってる？めちゃくちゃ合ってる。ちょっと静かにして。宿題やりたくない。急に悩んだ。今めっちゃ頑張ってた。やめてって。小春もやめて。第1位100個作りました。100個も。いや、こんにちは。こんにちは。コウタイチャンネルのガレです。ママです。パパもいます。サイチもいます。サイチもいます。今日は普通に宿題します。イエーイ。金曜日に出た宿題ですか？はい、それを日曜日に、土曜日、日曜日にかけて回しましょうっていう宿題で、どんな宿題出てるんですか？国語と、国語の宿題、算数、算数の宿題、はい、と、作文。作文、何からする？漢字じゃない、国語。国語の宿題、国語の宿題ってどんなん出たの？カタカナ。そうなん、楽勝ちゃんも。あれ？難しい？難しいんや。これ何か。カタカナってさ、なんかさっと過ぎたみたいで、うん、今やっぱできない子1年生多いんだって。そうなん。まあ順番にやってたら。形に気をつけて、カタカナで書きましょう。書き、そき、聞き、書き。違う。形に気をつけて、ね。気をつけるって意味じゃないで。え？まあ丁寧に書きってことやろ。か、ひらがなのかを、カタカナのカーに書き換えようってことじゃないの？カ。うん、そうそうそう。そ。き。そ。ちょっと見せてよ。ちょっと見せてよ。ちょっと待機。おお。そうとんのこのちょっとした違いもなんか欠けてるやん。やるやん、小春さん。どんどん行こう。まあ見たってよ。どう？合ってるよ。合ってる？間違ってるわ。さっきのは合ってたけど今回間違ってる。さっきはこうやって C 書いてたやろ。今やったら2やわ。あれ全部答えはさ、あのここに書いてるから見た方がいいよ。綺麗な字の書き方でしないとわかんね。じゃあ、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 合ってる？めちゃくちゃ合ってる。ねえ、パパ、はい、デパートって何？デパート。デパート、イオンみたいな感じだかな。大きい建物の中にいろんなお店が入ってる。こう？ああ、そうそうそう。どう？はい。だけど、今は、もう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 、ちょっと、静かにして、カーズの線を見て、怒られた。あいうえの、メモリが表す数。ねえ、やめて。数を。はい、怒られた。大地、算数やから。一生懸命考えてるから。ああ、大地。あかんやん、これ。もう折れてしまってるやんか。はい、怒られた。え？え、ここに何書くの？だから、で、これだけやったらこれ。これ50やん。うん。これ60やん、うん、この R はこな何 ?51、52 って数えていって。大地、うん、今宿題してるからさ集中できないやんか。うん、なあ、うん、うんじゃねえわ、聞こえてるやろ。うん、じゃあ音消してよ。音、どこで知らん。あ、変わる。そうそう、54やん。大地、わかったか？音消すの分かったか？分かなんかパソコン改造してる子みたいだけど。はい、タイちゃん向こうでやってください。持ってんじゃない？え、これは、うんうん、何も書いてないけど。当てはまる数を書きましょう。まあ、だから1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、6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 8、
これ合ってんちゃう5で。で、これはこれはこの数を数えないやろ。これは明らかにちゃうよね。ええけど学校でやったけどちゃうかったで。え近っ。ちゃうかったで。どういうこと。だってみんなさ、うん、1とか0かどっちにしとったの。どっちかにしとったの。くそい。これは10っていうか1じゃないの。1か、うん、10の位は1ってことやろ多分。そう。大地くん、とりあえず待って。大地くん、大地くん、今やってるから邪魔しないでよ。ドアんといて。はい、ちやめてよ。大丈夫か。テーブルにめっちゃ転んだけど。やめてって。おはるもやめて。大地、宿題させてよ。なあ、今ちょっと難問にぶち当たってんねん。お前ちょっと置いとこう。はい。分かれへん分かれへん。一応、明日から。118は100を5と10を 1個じゃない。100を1個と、いやこれ小春の宿題だから言ったらあかんねん。おお、言わないけど。うんうんうん。でもこういう問題が出るってことはこっちもそういうことなんか。100が1個、10が1個、1の位が5ってこと。ワンちゃんこれで合ってんじゃないかなと思ってね。宿題やりたくない。急に悩んだ。今めっちゃ頑張ってたなんで。今なんなら謎が解明できてもうあとは一息やん。いいだからだから俺1の位が、まあ、何もないか0やろ。10の位がこれさっきと一緒じゃん。これ1個しかないね。100の位も1個しかない。めちゃくちゃスピーディーに入れできた。ちょっと変じゃない。あれ真ん中1個あれ0個やで。油断したない。謎解けた。謎解けた。ママの教科書をこう見返して謎が解けた。120より10小さい数は。あ、いけそういけそう。順調順調。そういえば小春ちゃんこの間学校でさ、字上手だねって褒められたよね。誰に。先生とかに。記念賞もらったね。うん、やったさすが頑張ってるな。えらい。小1の時のパパに見せてやりたいこの姿を。これ撮っといて大使の時見せなあかん。よしできた。合ってるんじゃないで。作文はいいの。作文はやりますよ。いいやん。一休み。一休み早いな。いやなんでな。だってめんどくさいもん。うん、でも後に回したらもっとめんどくさくない？いや、お菓子休憩しよう。今3時前やから、うんうんうん、お菓子休憩する。うんうん、泣いてる太一も呼んでくるわ。リフレッシュしてもう一回する、うん、そのおやつお菓子の準備してて。あれ、降りてきた降りてきた。お菓子食べたい。聞こえてたんか。聞こえてたんか。おやつにするって聞こえてた。耳めっちゃいいやんけ。食べよう食べよう。一休み一休みや。休憩しよう。何飲みやんの。いる。何するどれが欲しい。どうしたまで何回食べても食べこれ。最後のお菓子に一番楽しみに。絶対あかんやんね。小春が食べるときにちょっともらっとうだよ。あ、それはいいよ。それはいいよやって。じゃあもう、タイトルにこれにしようよ。え？
じゃあこれは上。なんでよ、美味しいやんカール。はい、おやつ休憩終わりました。こっちは何食ってんの。え、何食ってんの。ベロが変わる。読んでへんから。はい、あとは作文の宿題。はい、何書く。決まってんです。何書く。餃子包んだ。おお、家族でね、うん、お手伝いしてくれたね。上手にできたよね、うん、あれ書いてある。あれ100個作りましたって。これお前100個作ってる。100っていう数字はちょっと出してほしいわ。なんかでも実際食べたのは50個でした。めちゃくちゃ待ってます。半分はママが冷凍してましたみたいな。あ、もう漢字が土曜日はいけるんか。あれ B 学校はどんどんめちゃくちゃいいんだ。 B 英語 B 学校土曜 W ふぅいや、作りましたより食べましたより、ね、包みましたの方がなんか、うん、家でちゃんとやったもんな。なんか情景が浮かぶよね。浮かぶ。おお、合ってる。すごい漢字で書いてる。おった。はーい、お疲れ様。呼んでくれや。最初からね。はい、私は土曜日に餃子を包みました。かまるちゃんが包んだな。すごい。家族みんなで100個包みました。100個も。ホットプレートで焼きました。ホットプレートがぎゅうぎゅうしてて、うん、カリッと焼けました。擬音も使いこなしてる。すごい。小春は11個も食べました。お、ちょっといい。失敗。丸つけも忘れてた。呼び返したから気づけてんな、うん、丸がなかったことに、うん、え、じゃあ餃子美味しかった。美味しかった。また包みたい。包みたい。食べる役やんな。はい、できた。また食べたいですよ。大丈夫。お疲れさん。お疲れさん。はい、あれ。ということで今日はこまるちゃんの、まあ日常的な宿題に密着してみました。コラちゃん宿題頑張ったねって思った人はグッドボタンお願いします。コラちゃんなんか言う。バンユンさんみたいに言ったけど、うん、宿題がめんどくさいっていう人は、うん、グッドボタンチャンネル、グッドボタンチャンネル登録よろしくお願いします。あかんやろ。また見てね。バイバーイ。